上福寺は、愛媛県四国中央市にある高野山新言州の寺院で、通称の椿堂で呼ばれている。詳しくは、国地産不動院椿堂上福寺と合する。本尊は、椿堂の本尊延命地蔵菩薩立像と、上福寺の本尊大制不動明王立像の二尊ある。修行大師大師を杖椿本堂と栗の間に赤い。 日布瀬不動村東寺院は、四国中央市東部に位置し、国道192号南側に隣接し、三角寺及び、川柳寺から、雲辺寺へ向かう、歩き返路道沿いにあるため、多くの返路が立ち寄る。伝承によれば、平安時代初期の大道2年、国春子寺が、地蔵菩薩を祭り当時によう構えたことに始まるという。さらに伝承では、 公認六年四国十二尺中の空海が当時この地で、熱病が流行しているのを聞き、杖を持ってその邪気を地中に封じ込めたという。空海が立てた杖から、椿が芽を出しやがって大木となったという。その伝承より、椿堂と呼ばれるようになった。また、大師の霊徳に深く打たれ喜び踊り回り、それが毎年8月24日のお礼踊りと称し、 踊り続けられていたが、大正初期より止まってしまったという。そのお礼踊りはあさんを下記すュ城上福寺は、当初少し下った日田神社の横にあったが、火災により、石川部落に再建されるも江戸時代中期の法暦11年、再び全焼した。このため、椿堂の場所に合併復興し、椿堂上福寺とした。幕末の安政6年に、 寺院は火災にあいつばきも消防した。現在のつばきは、焼け跡から再び芽が出たもので、大師四杖つばきと呼ばれ境内の向かって右側に遷育している。境内の建物は老朽化が進んだため、本堂は昭和59年、大師堂は平成17年に再建された。旧大師像は、肖像ゆえ新しい大師堂に見合う大きさの、 大師像が欲しいとの発言で、京都の平安物書の仏師、エリヤスシエに依頼し、衣の切り金部分は、エリの妻である、エリサヨコに依頼し、作られた。本尊の地蔵菩立像の修復をした縁で、制作を開拓したとのことである。旧大師像は、新しい大師像に、体内物として収められている。日伏不動尊奇妙町来変上尊を大師様が、 巡り来て、病を封じ急は離出へが目を吹き根を下ろし、花咲堂も立ち並び椿堂とぞ名付けられるいとも、不思議や三江の椿の影を水に移り光明信言、おとなえ忍めば、おかげは、新しかやことに優れし法の道地蔵流しのしきたりは、今に伝張り変わりなく、利益を受けしとも、柄のお礼参りの喜びが、踊りとなりて表晴れり踊りながらに祈りより見ていて、踊り入るもあり、 母体を願う人あれど、恋を叶えと祈る娘に。叶えて踊る娘も混じりお礼踊りの嬉しさよわな、ありがたや、返上層まな尊しや、返上層になる滝不動椿堂に関するカテゴリー。ありがとうございます。